こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今回の動画は10月上旬からやっと再開したガーデニングの総集編となりますので、動画にした部分も重なり合うところがありますが、未公開部分も含めて少し長めの動画になります。どうぞ作業動画として流してお楽しみいただけたら嬉しいです。後半は未公開部分が多めとなりますので、少し飛ばしていただくと新しい作業が出てきますので、いつも見ていただいている方は飛ばしてご覧ください。それじゃあ行ってみよう。
ちらアロマギカス、これをお友達に分けてと言われていたので、これをさすきにしていこうと思います。すごく大きくなってしまったコリウス。でもこんな大きいのに、実際はこんなに小さい鉢なんですね。なので先日の強風で転げて、いろんなところが折れてしまいました。この子なんかもうなくなっちゃった。秋らしくていいんですけど、この子をちょっと小さめに仕立て直します。小さくなりました。ちょっと切りすぎじゃないって思われるかもしれないんですけど、もうこのコリウスは十分楽しむことができたので、そろそろおしまいでもいいかなと思ってこんな形にしちゃいました。すごくちっちゃいですね。なんかここに1個だけで残しちゃいましたけど、これが秋の姿ってことになります。冬になったらもう違う植物に変えます。でもまだこちら側のコリウスたちはもう少し楽しみたいと思います。見た目わからないかもしれないんですけど、急に寒くなってトレニアが一気に枯れ込んできてしまいました。お花ももう残りわずかですね。パンジービオラを植える準備を始めたいので、この子たちとさよならします。
これは何だったかな。わからないな。ブライダルベールが勝手に生えてきたんだね。よいしょ。よいしょ。こっち側にも多い。よいしょ。ラベンダーのメルローがかわいそうなことになってるな。少しメルローを剪定します。これはちょっと厳しいね。でもメルローはラベンダーはってた方がいいか。地に植えれば元気になるっていう植物じゃないので、よいしょ、こっちかな、こっちかな。しばらくこのまま様子を見ます。ちょっと日に当たって元気になってくれるといいな。これは早咲きクロッカスサンシャインクラブ。こちらも復色です。葉も美しいチューリップ。たくさんの作業をして取り留めのない動画になりましたが、冬を迎える準備としての月となりました。寄せ植えはハロウィンの寄せ植え一つだけでした。来月はたくさん作っていこうと思います。また見てねー。